私に天使が舞い降りた。は、無垢の木七つによる漫画作品。略称は、ワタテン。一人者のコミックユリ姫2017年1月号より、連載されている。とある女子大生と、彼女が恋した女子小学生を中心に描かれるゆり作品であり、コミックユリ姫の月刊化を記念して、新連載された。大学生の星野美子は、 ある日、小学5年生になる妹のひなたが連れてきたクラスメイトの白咲花に一目惚れをした。都は何とかして花と仲良くなろうと格索するが、重度の人見知りである彼女の不器用な行動は花に警戒心を抱かせるばかりであった。それでもお近づきになりたいと努力する都に対し、花は次第に心を開いていく。 ここに記載されている学年はすべて劇中1年目、時点のものである。2019年1月から3月まで ATX 他にて、テレビアニメが放送された。放送時点での掲載話をもとに、原作の先の話で主要人物となるキャラが先行で、登場しつつ、その後の話数である、程度違和感のないような形で一部話数が、改変されている。 2021年2月には完全新作の劇場公開が発表された。私に天使が舞い降りた。プレシャスフレンズのタイトルで2022年に公開予定。OPED 主要キャストであるサシュデ・マリア、長江・リカ、鬼頭・明、大和田・ひとみ、大空・直美で結成された、綿天王が担当する。作詞はザイ・オーエヌ、作曲はエターナル・トゥルース。 編曲は、伊賀拓郎及びウエストグラウンドが担当している。挿入会いずれも、第12話の劇のシーンにて使用された。作詞、作曲、編曲は、伊賀拓郎。綿天ラジオ。花、日向小このあの放課後お菓子パーティーが、おと泉にて2019年1月7日から4月1日まで、各週月曜日に配信された。パーソナリティは白崎花役のサシデマリア。 星野、ひなた役の長江理香、姫坂の愛役の鬼頭あかり、私に天使が舞い降りた。プレシャスフレンズに関するカテゴリー、ありがとうございます。